ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日何をするかなんですが、今日は神になって世界をコントロールするゲーム、ワールドボックスというゲームをプレイしていきます。で、何ができるゲームなのかっていうと、まあこういうマップに陸地があったりするんだよね。そこにいろいろな人種、人間だったりエルフだったりっていうのを繁栄させたり、あるいはその繁栄を邪魔したり、まあいろいろな災害を起こしたりとかね、そういう風にして神視点でいろんなコントロールをして眺めることができるというゲームになってます。早速ね、新しいマップで始めていきましょう。はい、というわけでゲームが始まりました。これが新しくできた僕の世界になります。島が、大きな島が、1,2,3,4 5つある感じだね。で、この世界にはまだ何もないんですよ。木が生えてるぐらい、まああとちょっと石があったりっていう感じだね。で、ここに生き物たちを神である僕がですね、繁栄させていこうと思います。で、人種は4種族あって、人間、エルフ、オーク、ドワーフっていうのがいるみたいなんだよね。で、最初にじゃあ人間を発展させようか。人間、どっかこの辺りの大陸に人間たちを。はい、人間生まれました。このちっこくてうろうろしてるのが人間たちですね。ちょっとじゃあとりあえず人間を10人置いてみました。すでにこの人間たちは自分たちの王国を建ててるんだね。ここが人間たちの王国になります。ディタオワ国、名前変えるか、なんて名前にしようかな。ここをジャパンということにします。はい、ジャパン。ジャパン今人口10人だね。で、この人たちはもう僕が何も命令することはできず、勝手にね、木を切ったり家を建てたりして、で、増えていくんだよね。ちょっと早送りしてみようか。はい、1軒目の家がね、建ったようです。で、少しずつ領土拡大してるの分かるかな。こうやって勢力を拡大しながら人数を増やして、どんどんね、発展していくんだよね。じゃあさらに他の種族たちも誕生させていきましょう。次はエルフ、エルフにしようかな。どっかこの辺りにエルフの集落作ろうか。11人生まれました、エルフが。で、この辺りにオーク、で、あとドワーフだね。南の方にドワーフを置こうか。はい、これで4つの種族がこの世界に誕生しました。ちなみに特徴があって、人間は普通です。で、エルフは木が好きで、オークとドワーフが嫌い。オークは全ての種族が嫌い。で、ドワーフ、オークとエルフが嫌い。で、ほっとくとどうなるかっていうと、どんどん勢力を発展させて戦争が起きたりとか、いろんなことが起こるみたいなんだよね。さあ、人間の方は、人間の方はもうだいぶ発展してきたね。人口も、5人増えて15人、16人になってます。エルフの方はまだ9人しかいないのに。で、あとはちょっと発展待ちしながら、どんなことができるのかっていうのをちょっと見ていくんだけど、例えばこうやって海のところに地面を作って、土壌を作ってね、広げたり、この神様だから何でもできるんだよね。山を作ったりとか、山岳エリアで、こうやってね、神になりながら世界の発展を見守る、そんなことができるゲームです。よし、じゃあちょっと早送りして世界の発展の様子見守ってみましょう。さあ、お前らどんどん発展するんだ。ここは、エルフの国だね。エルフの国も名前つけよう、せっかくだからな。エルフの国の名前は、高飛車。なんか僕のエルフイメージ、高飛車国です。隣にジャパンある。で、オーク、オークの国の名前は、オークの国って言ったらなんだろうな。オーク、バカ。なんか頭悪いイメージあるんで、バカ、バカ国です。バカ国で、ドワーフ、ドワーフって言ったらもう鍛冶屋でしょ。鍛冶屋です。アルファベットで鍛冶屋って、だいたいドワーフになんかこう勇者の剣とかを鍛えてもらうんだよ。でもすごい、鍛冶屋国も結構繁栄してます。なんか小麦みたいのが生えてるからかもしれないね。もう21人いる。北のバカ国は24名、高飛車国は21名。あ、やっぱジャパン、ジャパンが一番、ジャパンっておかしいだろこの中で。ジャパン名前変えよう。なんでここだけジャパンなんだよ。人間だからな。人間がやることってなんだ。人間といえば、人間といえばなんだろうって、すげえ哲学的だな。答え出るのか。傲慢ということにしましょう。人間なんで。なんか北の大陸やだな。傲慢国と高飛車国がある。だいぶやだな。やな大陸だよ、北大陸は。南大陸はバカと鍛冶屋。まだまだ南の方が幸せそうだ。ちなみにこの引きの時に顔アイコンが出るんだけど、これがそれぞれの国の国王を表してるみたいだね。さあ、ちなみに外交関係も見ることができて、傲慢国はどうなっているかというと、傲慢国は高飛車国と同盟結んでんのかな。緑になってるってことはおそらくそうです。高飛車もそうだね、バカもそうだね、鍛冶屋も、
おい、全部の国が今仲良くしてるみたいだね。つまんねえな。仲良くするんだね。ただこうやってね、どんどん発展するともう土地が足りなくなるんだよね。土地が足りなくなったら何が起こるかというと、奪い合いが始まるはずなんですよ。おそらくこいつらそう遠くないうちに奪い合いを始めるでしょう。さあ、バカ国めちゃくちゃでかくなってきたぞ。確かドワーフと多く仲が悪いから、そのうち戦争起こるかもね。ちなみに南の方の何もいない島、ここ何が起こってるかっていうと、猿がいっぱいいる。猿の惑星になってる、ここだけ。あ、何か争ってる音がした気がする。あ、エルフが攻め込んでる。どうせドワーフが先に戦争を始めるだろうって思ってたのに、エルフと人間が初めに戦争を始めました。どっちが勝ってるんだこれ。結構いい戦いをしてるね。勝ったり負けたりします。もちろん人口減るんだよね、こういうことが起こると。あ、エルフ全滅しましたね、攻め込んでたやつら。あ、人間が攻め込んでる、エルフ領に。あ、見てください、人間側の領土がちょっと広がりました。あの高飛車のやつらが高慢のやつらの国に攻め込んでます。さあ、このまま争い続けるぞこれきっと。南は結構平和なのに。お、やってるやってる、攻めてきたぞ人間たちが。これこのまま行くと人数の有利で傲慢国の方が強いかもな。このまま人間が勝ってもつまんないから、ちょっと神である僕が分からせてやろうと思います。何ができるかっていうと、この辺に火山を置いてみようか。えい、はい、火山置きました。とんでもねえことになってるけど。え、北の方が火山で使えなくなってしまいました。結構人口減ったかも。だいぶ人口減ってる。火山で焼けてちょっと人口が減ってしまったようですね。すまない、お前らが争うからいけないんだ。南の方めちゃくちゃ平和にやってるじゃないか。70人だぞ。バカどんどん増えてる。バカ国72人もいる。傲慢な奴らは思い知ったが、そろそろ思い知ったと思うんで火山消してあげましょう。あ、これが神視点ってことですね。ちょっと待って、高飛車あと24人しか生きてないんだけど。高飛車やられすぎ。あ、人間が攻め込んできてる、高飛車国に。なんてことだ。あと17人しかいない、もう滅びそう。あ、蛮族たちが、傲慢国の奴ら、北にはもう活路を見出せないと思ったのか、南に攻め込んできてますね。あと14人しかいない。これ国王ですね。国王が、今、殺されそうになってます。あ、死んだ。高飛車国国王殺された。人間恐ろしいな、おい。人間によるエルフ狩りで、高飛車国滅んでしまいました。あと4人。なんてことだ。で、家も根こそぎ壊そうとしてる。あ、なんか今いたな、この辺に。あ、いる、一人いる。ここに一人いるぞ。エルフキッズが。あー、終わりだ、殺された。滅亡しました、エルフ。ちょっと不憫だから、エルフの王国をこの辺に作ってやるか。この猿の島があるんですけど、ここにちょっとエルフ移民させましょう。移民っていうか、新たに。お前らここでもう一度国を起こすことを許可してやろう。それにしてもすごいな、人間たち70人まで増えてる、傲慢ども。あ、バカが攻め込んでる、鍛冶屋に。めちゃくちゃ燃えてる家が。で、鍛冶屋国も20人しかいないな。ドワーフももう滅ぶ、しょうがない。ドワーフもこっちに新たな国を作らせてやろう。ただ一応移民させてやったけど、土地が狭いからもうあんまり発展しないだろうな。これで世界の覇者になるのはもうどっちかの国ですね。バカか傲慢。あ、傲慢国なんか新しい視点みたいなのができてる。さっきに名前変えるか。じゃあここは怠惰国にします。7つの滞在かよみたいな感じだけど、エルフから奪った土地に怠惰国。もう17人いるんだもんな。どんどん文明が発達してる。なんか家も結構立派な家が増えてきた気がするな。でかい屋敷もあるしね。あ、バカ国にも新しい土地ができた。じゃあここ名前はアホ。バカに続きアホ国ができました。アホ国というかアホ集落だね。よし、そろそろまた神の恐ろしさを分からせてやるか。雨や雷を降らせるってあるの。おお。雷降ってる。なるほどね。あれ、ちょっと待て、北から、あー、傲慢国が攻め込んできている。やめろお前ら。僕が目を離した時に傲慢国が攻めてきた。ちょっと傲慢国にも分からせてやらねえとな。じゃあ傲慢国にネクロマンサー出そう。ネクロマンサー、ほら、あ、戦士が出払ってるから全然戦えてない。待って待って待って、ネクロマンサーが傲慢国滅ぼしそうなんだけど、大丈夫これ。あ、でも140人いるならいけるか。バカ国滅びそうだけど、何とか難を逃れたようだね。僕のおかげでバカ国生き残りました。あ、
あ、南の集落がなくなってる。ちょっとネクロマンサーが呼んだ集団がさ、俺が作った怠惰国を滅ぼしてしまったんだけど。もう北にしか国がなくなってしまった。あ、傲慢国、北にも勢力伸ばしてるじゃん。じゃあここは、色欲。色欲の国にしよう。よし、さらにちょっと時間経過させてみよう。ちょっとドワーフかわいそうだから土地増やしてやろう。お前らのために俺がここに土地を作ってやる。任せろ。人数が増えないのは多分砂浜しかないからじゃないかな。ちょっと土地作って、ちょっとこれで様子見てみるか。あ、ドワーフやっと増え始めたな。いいぞ。オークはどうな。あ、オークもめっちゃ増えてる。アホ国が97人、バカ国も78人だね。で、傲慢も147。傲慢は最初の火山のダメージが大きすぎたようだな。溶岩の跡地に何も建てられないみたいな。よし、ここも土にしてやろう。よし、じゃあここでお前らが思う存分争えるように土地をつないでやろう。よし、はい、つなぎました。さあ、思う存分バトルするがよい。さあ、バトル勃発です。もう海なくなったら戦うしかないだろう。あ、来るぞ来るぞ、軍隊来るぞ。うわー、これで決着つくな。そのまま、お、でも攻めてきてる、攻めてきてるよ、攻めてきてるよ。人間、傲慢国がバカ国に攻め込んでます。次々に前線が、あー、来た来たぞ、バカ軍が来て、どっちが勝つんだ。あ、人間弱え、人間弱。あっさり追い返されてんだけど。あまりにも傲慢国弱すぎた。傲慢になりすぎちまったようだな。え、軍全滅したけどどうなるんだこれ。どんどん領土が広がってる。神が作りたもんし、関ヶ原はほぼ全て多くのものになりました。あー、めっちゃ増えてる。ドワーフ。いいじゃん、ドワーフ。よし、ちょっとドワーフ優遇してやるか。こいつら、ちょっと神の力を。あ、すまん。すまん、すまねえ。ちょっとすまねえ。領主の館潰しちまった。なんかすまねえ。代わりに土地やるから許してくれ、お前らに。ちょっとすまねえな。よし、神の寵愛を一身に受けるドワーフ族。結構ゲームとかで世話になるしな、ドワーフにはな。はい、めっちゃ土地でかくしました。あれ、待て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 、今気づきました。傲慢国から移民が渡った島、色欲、これ多分色が違ってるから独立してる。もうお前らとは一緒にやれねえよってこと。人間同士で争ってるぞ、いつの間にか。なんてことだ。よし、そろそろお前らの進化にも飽きたわ。そろそろこの世界飽きたから、お前らのために特別に。よし、さあ、バトルロイヤルの時間だ。すべてを中央でつないで争ってもらうことにします。戦いが始まる。ここが一応なんか中央の決戦場な。さあ、争え、いくらでも戦っていいぞ。あー、来た、戦ってる戦ってる。おお、エルフに攻め込んだんだけど、神の寵愛を得たドワーフ軍、まさかの北行かねえのかよ。先にそっち、おとなしそうなエルフを狙ったってこと。エルフ軍いねえから一気に滅んでる。あ、もう8人しかいないんだよ。ちょっと滅ぶ、あと1人しかいない。高飛車国あと1人しかいない。もうダメだ、弱すぎて引くんだけど。ダメだ、エルフ争いに向いてねえんだな。あ、これだ、いた、エルフの生き残りいた、ここに。国を捨ててるんだけど、国を捨ててなぜかこの離島に一人でいる。よし、待ってろよ、今俺がお前のために土地を用意してやるからな。よし。あ、逃げてった、逃げてった、逃げてったぞ。捕まえろこいつを。一人で繁栄させようとしてるのか、まさかここ。あ、家建ててる、家建ててる。増えるかも、もしかしたら。ちっちゃい家できた。王様一人で頑張ってる。あれ、王様死んだ、ひょっとして。待て、王様殺されたかも。待て、高飛車国王様死んだ。いねえ、王様が強化してやろうと思ったのに。なんてこった。もうこれしかないな、施設に命を与える。はい、家が動き始めました。さあ戦え、家強えな。あー、滅んだ。エルフ滅んだ。なんてこった。ちょっと寵愛与えすぎたな、ドワーフどもに。よし、さあ戦え、家よ。あ、家に命を与えます、神の力で。さあ戦え、ドワーフを倒すんだ、家どもよ。家弱いな全然。なんだこいつ、巨大化したカニで世界の破壊者。何これ、
カニ。おお。え、あ、操作できる。おお。お、お、ビーム出る、ビーム出る。楽しすぎだろ。なんだこれ。もうめちゃくちゃだよ。あ、最後爆発して死んだ。超愛与えすぎだからの、もうめちゃくちゃだよ。ちょっとすまんかったな。今助けてやるぞ。一体何があったんだお前らに。かわいそうにひどい目に遭っちまって。今俺がお前らの土地を復活させてやるからな。よし、特別にサービスしてやろう。キリないからな。ここも繋いでやろうじゃないか。ちょっと初等化作ってやろう。初等化、こいつらのためにいろいろな。神はこの変わり映えのない世界に飽き飽きしているということを分からせてやろう。でもっとこの辺の土地も広げて。神はな、もっと戦いが見たいんだ。殺し合い見てんだ神は。飽きちまったんだよ。海いらないだろう。お前らに海いらないだろうもう。よし、ちょっと時を止めて海潰そう。もうお前らに海なんていらないだろう。これ神の権限で海をなくします。もう魚は食べられないけどいいだろう。土地があった方が嬉しいだろう。ちょっと家も潰れちまってるけど許してくれ。これめちゃくちゃ領土広がるぞ。はい、海がなくなりました。海が。この辺ちょっと分かりにくいんだけど全部土地です。大地になったからものすごい争ってる。バトルが劇的に活性化している。え、早速ですね、バカ国がボーグヤ国に攻め込んで滅ぼしにかかってます。まあそうなるよな、だって自由に渡れるんだもん。ドワーフはもう無理だよな。神の怒りに触れてしまった。別に怒ってないけど、なんかカニ見つけちゃったんだ、すまねえ。神の怒りじゃない、カニの怒りだな。カニの怒りに触れちまったからな。で、なんか周囲に土地ができたから集落がたくさんできてるね。全然関係ないところに。もっと争ってほしいんだがな。よし、もっと争わせよう。強制的に他の国に攻撃を仕掛けさせる。よし、これいきます。神の指示でバトルが始まります。さあ戦うんだ。他国と争うんだ貴様ら。あー、滅んだぞ。ついに傲慢に、あ、傲慢に、傲慢に一気に滅ぼされた。あと南によく分かんない国しか残ってない。落ち武者にしと。落ち武者、もうこいつは落ち武者だ。落ち武者国、ドワーフの落ち武者たちが暮らしている。あー、ここに角取ったな。オセロだと強いぞここ取ると。まあ後ろから攻め込まれることないからな。この世界は球体じゃないんだよな、平面なんだよな。だから角取ると強えんだ。傲慢国いいとこ取ったな。そういう意味では角2個取ったからだいぶ。オセロかよ。ちょっとそろそろなんか神の力を貸してやるか。よし、俺が力を貸してやる。お前らその人間族の争いになる。お前らに次元爆弾をくれてやる。どっかこの辺に、えい。おお。よし、傲慢国にそろそろプレゼントをやろう。俺からのプレゼント、反物質爆弾。なんだこれ、反物質爆弾。おお。これ楽しいかも。無が生まれている。ザ・ボンバー、全世界を滅ぼすことが可能な爆弾。いいもん見つけました。いきます、えい。国が一つなくなったぞ。まだあるぞ、まだある。なるほどな。よし、この落ち武者ども狙ってみるといいんですよ。国がなくなってしまった。なんてことだ。なぜこんなことになってしまったのかわからない。これなんだ、熱光線。焼けるがいい。いや、溶岩になっちゃう。よし、争ってばかりいるこいつらにちょっとお気を添えてあげよう。本当はこんなことしたくないんだけどな。えい。やばい。何もなくなった。あ、っていうか地面がなくなったんだけど。あ、本当はこんなことしたくないんだけど。まあお気を添えないとな。いつまでも殺し合いしちまうからなこいつら。まだいるじゃねえか、まだいるじゃねえかお前。焼夷弾。反物質爆弾。あ、地面ごとなくなるんだこれ。結構こいつらしぶといな。
まだ神への敬意が芽生えてないようだな。よし、ザ・ボンバー、全世界を滅ぼすことが可能な爆弾。うら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 。なんてこった、こんなことしたくなかったのに。あ、色欲国が生き残りました。最後に頑張って復興してる。なかったことにしよう。この世界は出来損ないだ。なかったことにしてやる。はい、出来損ないの世界がなくなりました。あとはこれだな、反物質爆弾。これで一度世界を無に帰すのだ。なんかたまに RPG のラスボスとかでいるよな。この世界は出来損ないだ。一度リセットし、みたいな。俺たちは生きてるんだ、みたいな主人公がいるのな。負けたらこうなるんだな。はい、綺麗になりました。綺麗な青い地球が帰ってきた、俺たちの。争ってばかりの醜い人類がいなくなり、綺麗な国になった。はい、というわけで、神になって世界に干渉できるゲーム、ワールドボックスでした。いかがでしたでしょうか。かなりね、気分爽快なゲームなんで、ぜひ皆さんも楽しんでみてください。というわけで、今回ここまでご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。